あんまり先生です。バイナリーオプションの流の、エフェクト投資ですね。今月の試験投資ですね。利益が1万7000いましたね。こういうふうなグラフですね。厳しかった USDJPA ね、勝ちましたけども、1500円ぐらいにしましたね。 DTV をね、このように上昇してますね。2万円から約ね、3万7800円とね、増やしていっております。勝率 80% 以上で見てまして、このエッジを見てますね。少なくててその通りに投資するわけでもないんですね。これ上に来たら投資しようと思ったんだけど、下がってきましたね。これはアメリカランド、スプレッド130くらいですね。他はね、スプレッド25とか18とか少ない。これら上がるかな。ちょっと待って、 USDJPI はね、これ上がって下がってですね、さっきに続けてたらどうなったかなっていう感じで、まあかなり上がってますね。これはここら辺でどうしたんですね。まあいいんじゃないかな。それで、ここら辺ですね。ここら辺で投資したいところっていうのはこれですね。これはあれかな、ちょっと待ってください。スワップ金利いいんですね、これは。これ上でしょ、まだだな。ダメだったね、白になっちゃったね。白になってないとね、この黄色線の移動がね、ダメなんですよ。あ、出た、OK ね。分析出た、出た。これかなり上がってるねえ、けども。ガチャガチャ言ってまたギュンと上がり、こんな風なところなんですね。ちょっと暖房つけたんで、これシャワー浴び、ミネルウォーター、
これですね、これ上が上がってくるんじゃないかという感じがするんですけど、ね、まだ上がるような感じがしますね。これどこで取引しようか。ね、これはいい感じだね。これ買ってきますか。落ちることがあるかな。ここら辺でこうだから、このぐらいまでは上がるみたいだね。これでちょっと稼いどくかな、少し。これは買いですね。ちょっと入れてみましょう。買いを入れてきました。ちょっと頼む。うん、250ぐらいですね。だったらね、これ赤消してきましょう。アクセスが遅くなりますから。これだけで専念しましょう。でこれだけで専念しましょう。それで家をね走らせます。これだとここに文字出ますね。はい、開始250。3000円取ったら引っ込みましょうという感じですね。という感じなんだけど、予約で2000ぐらいにしておくのかな。ちょっとわかんないね。ここまでは上がんないと思うね。これはここまででしょう。ね。これここまでは下がるでしょう。ああいうのって。まあこのようにね、まあ先生のちゃんと買ってますから、これね。試験投資、ね、こうですね。こうですね、前でそうかな。クラウドのこれ、ライブコードですよ。1万ドルずつぐらいしてます。100万ぐらい。ね、これで×でね、こう利益が出てきました。ね。上行くとこういい音するの。これ、6じゃんかですね。今日も日にちこうですね。こうですね。これもこんな利益出てきたね。ロスポートはここだね。ここでね、ここで
決算しましょう。予想ね、場合によってはここまで下がることありますね。ここに戻るかって言って戻んないからね。こんなことでね、こういう利益を取ってりゃいいんじゃないかと、ね、3000、3000、3000、3000、3000、ね、あ、それですね。